野崎チャンネルプロスベース、はい、ということで今日は10連 OB セレクションでございます。その前に発表があります。なんと里崎ね、スピちゃん予選出場しました。しかもロッテで、今年はね、純正も揃えながらロッテでスピちゃん出るぞということで、そしたらなんとですね、きっちり予選落ちました。しかもリボンももらえませんでした。最後、怒涛の連敗です。2000位です。佐々木を踏み台に、登っていく代表選手の皆さん、今年こそは手を洗ってまいりつつ、スピちゃん優勝してください。選手としての出場は叶いませんでした。ということで、残念ながら予選参加したんですけども、きっちり負けました。ちょっとやっぱ選手全員揃えきれなかったです。でもまあ、ほぼほぼ S いけたんだけどね。でも、極みできてないのとかもあったけど、頑張ったのよ。正直ね。でも無理でした。みんな強かったです。でも過去最上位です。2000位。はい。敗退です。さあ、ね。ということで、今日はですね、ね。こちら、10連 OB セレクションね。やって、行きましょう。まずは、金本さん。これあれだね。骨折してる時のバッティングだね。左手一本でね。金本さんは、欲しいね。外野ね。レフト。筒香とかもいるけどね。次、山本浩二さん。山本浩二さん、欲しいね。今、千葉テレビの、佐々木と前のゴルフ直球勝負。キャメル、ゴルフ&リゾートで撮影させてもらってるんですけども、そこの、レッスンプロ、ティーチングプロのね、山本浩二さんの息子さんがいましてですね、番組をキャディさんとしてお手伝いいただきます。はい。無事情報です。ね。山本浩二さんです。ね。続いて、ブラックス。俺、ブラックスのサイン持ってるからね。高校時代、俺は高2の、だから1月に、あ、高2の3月か。2月かな。この時の、横浜ベイスターズ対西武ライオンズが、徳島県鳴門市、ね、県営野球場でオープン戦があって、雨で中止になって、うちの鳴門工業の室内に練習しに来るって言って、西武とか市毛さんとか清原さんとか、みんな来て、で、ベイスターズもブラックスとか、高橋真さん、俺、買わせてもらったから、ね、とかね、両チームの、練習来て、めっちゃみんなにサインもらって、ブラックスいました。でけえ花の穴って思いました。その時、高校生だから。ブラックスもいて。王さん。欲しいね。王さん。ね。王さんしか持ってるからね、俺。金田さんも欲しいな。金田さん。ね。あと、操作。サミーじゃない操作ね。サミーじゃない操作。で、ブーマ。ブーマも欲しいな。ブーマ。欲しい、ブーマ。ボルシンガー。ボルシンガー、持ってんからな。バティスタ。ね。2005年。9回。ね。違う、8回表か。8回表。初芝さんのサードゴロ。まさかのバティスタとムネリンがぶつかる。そのバティスタ。いいバッティングしてた。ね。ミコライオ。ミコライオ。広島のミコライオめっちゃ速かった。本当に。めっちゃ近くから投げるやんっていう印象あった。本当、広島の澤部と広島のミコライオが、俺の野球人生で一番早く感じたね。佐々木真帆さん。ステータスいいね。佐々木さんね、西武ね。ソレイタ。知らんな。ソレイタ。重心低そうやな。めっちゃパワーあるぞ。はい。ということでね。だからね、そうやな。欲しいので言えば、まあ、金本さん、山本浩二さん、王さん、金田さん、ブーマ、で、佐々木真帆さんかな。1、2、3、4、5、6。2分の1や。2分の1。欲しいのはね。さあ、レッツゴー。一発目。ちょっと待てよ。VIP さんがね、王さんに90万円かけてたからね。VIP さん、俺はね、
貯めたエナジーだけ課金してない。貯めたエナジーのこの1110個ね、だから3回だから750個ね、貯めたエナジーだけでリプさん王様出るぞ、ね、これでいこう。あとライクさんめっちゃ出てたな、3連でそれいくぞ。俺も3人いくよ。 OB1 回目レッツゴー、カモン。これ普通やな、いや普通やな、いやこれ全部何もなかったら、これ全部何もなかったらエッセンスあるからほら、あーこれで後ろにあれがなかったらエッセンやってん、これ多分花が、まあ、里崎説をされてるね。あずま部屋から復帰し来年頑張ろうね。風呂木どうなんや今年、ちょっとピンチなんちゃう。あずまクイックやめたら本当にいいピッチャーになるから、クイックと併用しよう、うん、グリフィン今めっちゃいいね、いい、これ優勝に向けてグリフィンの活躍大きい。牧原ねリーグ賞おめでとう、怪我したけどね今年大変だったですね。湯浅ねこれも人じゃないよね。ショーク、さあとコンパスするんじゃない。鈴木そらいい感じで投げてるけどね。いや小深田ね、さあいやな、西山もうヤクルトのリフジ崩壊、 A も1個しかけえへんや。それでは2回目レッツゴー、カモン。いやまた普通、指名候補挑戦、よっ1枚あるでこれからの1枚あるでからのからの来てからの、いやー光ってくれ、いやーどうなん、あー渋いわ、マーキーいいね、20本連続、田中今年見えひんな、ポランコ頼み、山崎幸はどうなんや、最後踏ん張りどころやぞ。お金持ちさん、これ流れか、金持ちね。王さん、お流れか。ええ年上で、ね、村上今年もホームラン確定やな。伊藤幸はここに来て踏ん張ってるね、楽天サインに向けて。いや、加山どうね、厳しいな。いや、高橋コーナー、0勝中1敗。どうしたんや、今年はポスティング封印ですね。さあ、最後や。ね。さあどうなんや、行きましょう、レッツゴー。2枚引き来てほしいよな、指名候補挑戦、いやこれ俺は違う2分の1当たりそうや、キャメラ来てくれ、キャメラ、ちょっと来てくれ頼む頼む、大田だ、どうなるんや今年、厳しい戦いやな。それいた、よーしろアンチ多いなお前、大林とうね今年もやばいね、ヨーヨーかちょっと待って、岡林ちょっと誰とか寂しい、いや菊池はあんまり見えてない、いや伊藤正彦と踏ん張りどころカモン、ブーマオッケー、ブーマオッケー、やっぱ30連はね、尺短すぎるわ。尺がね。だからね、S ランク30本、契約書と、あとこれ、S ランクこれ。これ2個いくわ。尺足りひんわ。ね。さあ、尺稼ぎ契約書。2個 SS が来たら最高です。ピッチャー、調子くん。どうなん？1個は確実だからね、1個はね、どうなの、1個だけだこれ、カモン、いや引っかかれへんやん、カッカモン、引っかかれへん、いいねいいね、さあもう1回来たらね最高やね、来た、いや戦力